ほらよ、持ってきたぜ。お、早かったな。これは補修だ。さてと、金はもらったし、またお宝でも探すか。今までありがとう、シウス。助かったよ。じゃあな、お前たちと一緒に入れて、割と楽しかったぜ。彼には彼のやり方があるのね。潰してやる。余裕かしら。あれのものなの？わかるか？くらえ！はっ！
もっと歯応えが欲しいな。余裕かしら。行こう。よっ。クライキャラ。よっ。よっ。ほっ。ほっ。クライキャラ。ほっ。よっ。あんなものなの。終わったのか。行こう。よっ。よっ。は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 っ。あれ？終わり？終わったのか？何かあったんですか？参ったぜ。ベルカントの連中がこの辺りの海に現れ出したんだ。ベル…え？何ですかそれ？南方の未開拓地に住む蛮族どものことだ。知らねえのか？じゃあ、アストラル行きの船は今どうなっているんですか？出られるわけないだろう。今出航したらたちまち蛮族どもの餌食だ。参ったわね。それじゃあ俺たちがそいつらを倒せば船が出せるんですね。あの船を貸してください。退治してくれるってのはありがたいが、本当に大丈夫なのか？任せてください。ベルカントの連中はここから南にある洞窟にいるらしい。気をつけてくれ。もう少し楽しませてちょうだい。やっふりゃやっ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 ふりゃやっやっ。あれ？もう終わり？終わったのか？
するか。はっはっ、やっだっだっ、やっやっだはっ、やっやっだはっ。もっと歯応えが欲しいな。少し楽しませてちょうだい。流星ショー。やっほっ。やっやっほっ。流星ショー。ほ。流星ショー。いた。だ。もっと歯応えが欲しいな。楽しませてちょうだい。流星ショー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 。やっやっやっ。くらえ。流星ショー。流星ショー。流星ショー。こんなもんかな。80分ってところかしら。後ろか。後ろよ。はっ、流星ショー。はっ、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 やっ、はっ、飛行ショー。もっと歯応えが欲しいな。やった。少しは歯ごたえがありそうね。やっ、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 
邪魔ね。来るぞ。やっやっやっはっはっや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 っはっはっやっやっはっやっはっはっやっはっもっと歯応えが欲しいな。挟まれたか。敵流星ショー。やっ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 早すぎるな。行くぜ。早く行きましょう。言うかしら。速攻で終わらすぞ。はっやっは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 っもっと歯応えが欲しいな。挟まれたか。敵グーッハッハッハッタッチュッやめるグーッ早すぎるな。
少しは歯ごたえがありそうね。やった！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 早すぎるな。もう少し楽しませてちょうだい。と、いけ！やっくらい！やっ！やっ！やっ！いけ！と！やっ！やっくらい！よし！まずまずよね。来るぞ。やっやっやっはやいけやっやっはやっやっもっと歯ごたえが欲しいな。なんだってこんな近くに。ツァツァツァ飛行長タアガツァタアツァタアツァやっ早すぎるな。抱き潰してやる。手間をかけさせないで。いけ！やっ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 ！早すぎるな。お前が海賊のボスだな。邪魔な奴らだ。死ぬ。もう邪魔ね。来るぞ。はい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 ！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 
すぐにポートミスに戻るのもいいけど、あの先も気になるわね。何かあるのかしら。ひどい場所だな。何か聞こえるわ。え？ほら、笛の音のようですね。こんなところで。奥よ、行ってみましょう。こんな近くに。なんだって。やっほっ、やっほっ、やっほっ、早すぎるな。大丈夫か。また縛るんでしょ。は？ぐるぐるにするんでしょ。ずいぶん怖がってるな。私たちはあなたの敵じゃないわ。私はイリア。あなたの名前はなんていうの。連れて行ってあげましょう。ここに置き去りにはできないわ。私は空飛ぶ可愛い小鳥になりたいんだから、ほっといて。本当に退治してきたのか。ええ、ありがとう。大助かりだ。礼をしないと。それじゃあ私たちをアストラル王国まで連れて行ってくれないかしら。お安い御用さ。金はいらねえ。準備ができたら俺に話しかけてくれよ。Thank you.
ストラル大陸ね。ミリーたちはどこでしょうね。さあ、とにかく人の集まりそうな町をしらみつぶしに探すしかないわね。何か手がかりでもあればな。仕方ないわ。この町を探してからお城まで足を伸ばしてみましょ。お前たちは旅の者か。ええ、そうよ。どこから来た。尻尾がないようだが。クラートからよ。尻尾は幼い時に事故でちぎれてしまったの。そうか、すまない。悪いことを聞いたな。気にしないで。私はアストラル王国の騎士フィアミル。彼はラディ、私はイリアよ。よろしくね。道中は危険が多い。お詫びにアストラル城下町まで送らせてもらえないか。そうね、ラディ、お願いする。そうですね、よろしくお願いします。何を考えているんだ。聖域の神様に祈りを捧げていたんです。聖域。ああ、ミリーたちは宇宙をそう呼んでいるんだったな。けどこんなことを言うのもなんだが、その聖域に踏み込んでなお神の存在を信じ続けられるものなのか。我々にしてみれば、神の存在や信仰なんてものは前世紀の遺物のようなものだからな。ロニキスさんが私たちよりはるかに文明が進化した世界の人だというのは分かりますけど、それは違うと思います。え？自分が見たことや聞いたことが全てではありませんよね。まあそうだが、我々にとってはこのロークの存在自体も小説じみた夢物語のような気がしてな。ロニキスさんはこの世界を信じられないんですか。ドーンやお父さんがあんなことになったのも全て夢だったと言いたいんですか。そりゃ私だってあれが夢だったらどんなにいいかと。あ、いや、そんなに深い意味はないんだ。にわかに信じがたいってだけなんだから。だったらロニキスさんも紋章術を習ってみればいいんですよ。私は紋章法術という癒しの力しか使えませんけど。本気で言ってるのか。ロニキスさんが私たち特有の力だと思っているものが自分でも使えるようになったらきっと信じられますよ。世界というものは一つなんだって。確かにな。ね。